はい、どうもこんばんは、こんにちは、沖縄おばばでございます。これがね、今日の最後の配信になると思います。えー、すっごいこれ気になるニュースなんですよ。いくつかあるんで、二つね、二つ、はい、二つのニュース、両方とも貼っておきます。えー、を皆さんに配信します。一つ目は、全米でですね、はい。アメちゃんで、あの、 いろんなアメちゃんのいろんなところで、とんでもないものが流行り出しております。これはね、あの犬の白いハイハーイではございません。とんでもないものが流行り出してます。これもしかしたら、あの、あの物体 X かもしれません。物体 X。はい。 わかりますよね例のあっちら側の人たちがマッキンコーってするって言われてるあの物体 X でございます。これ、ウイちゃんではありません。一言言っときます。カビカビです。はい、カビです。このカビがすごいね。すごい。 すごい4の率です。はい。ごめんなさいね。はい。えー、いわゆる差、さ、さ、勝率ですね。さ、勝率がすごいんですよ。何がかというとね、カンジダです。カンジダアウリスというやつです。はい。これだ、言っても大丈夫だと思います。これは。はい。カンジダアウリスが、 全の米に広がっている。これカビです。カビ。しかもこのカビですね。あのー、いろんな、いろんなね、あのー、奥中里ありますよね。抗生物質っていうやつですね。抗生物質が効きません。で、4の率。これがめちゃくちゃ高いです。3分の1以上が4します。 今、急速に全米に広がっているということでございます。もしかしたらこれ、言われていた X かもしれないですよねっていうことですね。すごいです。3人に1人以上4します。カビです、カビ。 心筋です。まあこれ、ういちゃんね、ウいちゃんはないって言ってる人たちもカビはあるってことわかりますよね。はい。カビですから、カビなんで、これに対するね、例のあれもないでしょうね。作ったら、 作ったーって言ってね、キャンペーンがー、もしかしたら出るかもしれませんけどね。えー、でも、カビなんで、基本的に、はい、作れるかどうかわかりません。はい、そういうことです。カビです。カンジダアウリスです。カンジダアウリス。カビでございます。これ、ね、の、まあ、いわゆるね、新しいタイプのカンジダなんでしょうね。 あの、いわゆる、あのー、すべてのね、えー、ものに体性があるという、すべての奥中に体性があるんで、治んないと。で、えー、カビぐらいどうってことないよねって言っても、体中がカビだらけになってしまって、最後に4するというパターンみたいですね。はい。体中カビだらけでございます。カビ人間ですね。 胞子を出してね、こう、生きてるんでしょうね。方詞、カビの胞子を出してね。で、最後には4。これが3分の1以上だそうです。もしかしたら、例のね、物体 X ですね。物体 X。これは、これかもしれないんじゃないかなと思います。まあ、そう考える理由は、まあ一つはね、4率が高いんですよ。はい。 4率が高い。で、えー、なかなか効かない。はい。構成物質などがね。なんで、えー、これかもしれないですね。新しいタイプの感じだ。はい。カビでございます。カビ。はい。なんでね、えー、これ、ういちゃんなーいって言ってる人も、カビはありますよね。はい。ういちゃんじゃありません。カビです。 えー、もしかしたらこれの可能性が出てきましたよということで、皆さんカビには気をつけましょうね。はい。カビです。カビ。もう一つは、あいわゆるおじいさんですね。はい、えー。これ普通に言っていいと思います。このニュースはね。えー、OG さんです。OG。はい。えー、オーストラリアです。で、大規模停電が発生しています。20万個。 すごいですね、えー。停電しております、えー。何がかというと、強風で、えー、まあ送電線が切れて、えー、まあ復旧がね、いつになるかわかんないんで、えー、めちゃくちゃ停電してますよっていうことです。まあ大変なことになってきてますね。はい。大荒れでございます、地球が。はい。えー、まあどうしてこうなってるかは考えましょうということで。はい。 大荒れでございます。まあ本当にね、こういう時に、まあいろんな備蓄があったりとか、まあね、えー、ポータブル電源とかがあれば、まあ不安は感じずに済みますよねっていうことですね。はい、えー、備蓄は必須でございます。いろんなね、何、えー、て言うのかなあー、場面において、はい、いろんな場面においてね、備蓄は必須です。 まあそういうことなんでね、えー、備蓄してない方、この後に及んでね、備蓄してない方は早めに備蓄してしまいましょう。はい、お水と食料ぐらいはね、よろしくお願いいたします。まあいろいろ本当にやってきますんでね、今年は。はい、大荒れになりますね。そういうことでございます。まあ私はね、この漢字だアウリスですね、漢字だアウリス。これが X でないことを 祈っております。はい、今全米ではい誰か来たみたいですね。それでは皆さんまたごきげんよう、えー。今日も一日お付き合いいただきありがとうございました。沖縄おばばでした。